さあ両チームの選手たちが姿を見せ始めております。サガン鳥栖対ガンバ大阪、今シーズン2度目の対戦。アラノ、そしてクロスが入ってくる。ダワン、ダワンのヘディングシュート、パクイルグです。これメシの、さあガンバを奪ってから、ネタラビはここでメシノを使う。さあメシノ、そしてファンアラーノ、いい形になる。ファンアラーノ、ファンアラーノ、ファンアラーノ、シュート、パクイルグがまたす、これはファールないよというところで堀込倒れてはいるんですが、逆にカウンターになるかガンバ。ファンアラーノからジェバリー、さあメシノも全速力でやってくるか。ジェバリー、そのメシノだ、パクイルグ、あそこ原田、このタイミングでさあ長沼、おいいボールになるか。長沼先に触ると、長沼そのまま流し込んだ。苦しんでいた鳥栖の方が先に先制です。原田のロングボール、長沼がこのボールにねうまく反応しましたし、まあ竹田修司もねちょっとボールをね浮かされると思って。で宇佐美はそのままトップの位置、おっとメシノ抜けてきた、チャンスになるか。メシノまたしてもバクイルグ、いやもう少しプレー見るか。おっと出た、山見だ、ガンバビッグチャンス、山見、山見運ぶ、山見、これが今のガンバの勢いなのか。オスは痛恨の失点。ここでね鈴木がうまく競り勝ってですね、もう、あとはもう決める、うまかったですね、シュートうまかったですね。ここのスピードアップとスピードを落とさずにしっかりと最後決めきるところと、今まで散々パクイルが止めてきたので、ここで決められるかっていうところですね。勝負たのかなという結末もちらついたんですが、なんとドラマはガンバが追いつく。山見の左足、鳥栖は勝ち点1止まり、1対1、試合終了です。